デホ、初球カーブから入ってきますが外れます。今シーズンここまでは打点50です。まあ、とにかくホークス打線の場合は打点50が柳田、中村は打点は20なんですが、あと井出穂が50、内川も50、松田も56ということ、この50点台が4人いるわけです ね。やっぱりプレッシャーって相当なもんですよ、はい、これね、1球2球ボール外れて3球目振っていきますが、ファウルボールは三塁線。大体3回バッティングが回ってくると、はい、1回は必ずヒットからヒットで出てくるわけですから ね、そうですね。1、2塁間、これもヒットでタイムリー、1人、2人目もホームに柳田帰ってきた、井出穂2点タイムリーヒット、一挙6点。この回6点失ってピッチャーの交代です。5回に金子が6失点、なおもランナー2人を残してここでマウンド降ります。